地平線に届くように限界まで振り切ってくれ。ワーハーハーハークラッシュ It's the lonely morning flash I'm the coolest driver side 最高のフィナーレを、yeah! どうもこんにちは、埼玉でシンガーソングライターの友木と申します。よろしくお願いします。今日もですね、ミックスボイスの発声のコツ、まあ、練習方法をお話ご紹介をねしていこうと思います。そして、ね、この動画は一応前回の話から少しつながりというか、裏声の練習がミックスボイスに役に立つという、情報はね、皆さんよくご存知かと思います。ただ裏声の練習だけではミックスボイスに行かないというのもまた事実ということで、そのコツ、じゃあ裏声、弱い弱しい裏声に太さを取るということでポイントをお話ししてます。一応ね3つご紹介したんですけど、ヘッドボイス、エッジボイス、響きを取るというこの辺のお話ですね。これはこれで一つ練習として完結というか継続してやってほしいんですが、これだけでもまだまだミックスボイスにいけないということなんで、一応その具体的にじゃあ高い声出しながら太く発声していく練習方法をちょっと一つ今日は持ってきましたので、写真ねご紹介したいと思います。一回ちょっとやってみます。音としてはラドミソミドル 2C の E のミドル 2G でいきます。あーひーよー、もう一回いきます。あーひーよー、この発声練習を今日ご紹介します。一応最後あひや、3種類の音を使ってます。発声ですね。あいうえおのあ、はひふげほのひで、やヤッホーのやですね。3つの音程を、音程じゃないや、発声を使ってます。で最後のいやーっていうのはもう今ミックスボイスで発声します。なのでこの3つのステップを踏みながら、大体こう発声のコツなんかもポイントつかみで押さえてもらって、ミックスボイス高い声を太くの方につなげていくということです。で一応この3つの発声がある中の最初のミドル通じ、これ男性女性ともに普通に出るとは思います。ただちょっとミックスボイス少し裏声の要素を入れないと地声だけでは出ない方ももしかしたら特に男性はねいるかもしれないので、コツとしてはあくびの感覚を、軽いあくびですね、でこんなに開けてしまうとこう逆に喉に力、発声に無理な力が入っちゃうので、自然な口の奥の開けですね、この口ではなく奥です。あくびの感覚、ちょっと見せられないんですけど、あくびの感覚で喉と口の奥を開けます。これが最初の1ステップ、あです。あで、このこうあで作ったこの口の形はひーやーの状態までもキープしたままです。これ崩しません。なのであーって閉じたり、あーってこう無理にこう崩れたりしません。ずっとあーひーやーとあーで作った時のこの形はキープします。これだけ忘れないように。で次ステップ目、ヒーハヒフヒョのヒーです。ヒーって皆さん発声してみてください。あーあーヒーと、あとヒ、この口の中、むしろ鼻なんかこう響きとか感覚の違い分かりますか。あーヒー、そうです。つまり鼻腔の方に響きが行きやすくなります。ヒーあーだとこの口の周りあたりで、ヒーに行くとあーヒーと鼻腔の方に響きが行きます。でここでまずよくある失敗があーヒーとこう喉を潰してしまう、口を潰してしまうと響きは落ちます。さっきあーの状態をキープしつつ、そのままヒーという音程を作りたいので、イーと潰してしまうと響きができませんので、あこの喉の開いた感じはキープしたまま、なるべくあーの感じを残したままヒーという音を取りに行きます。あーというこの口の形をキープしたままあーヒーというヒーに持っていきます。なので口ではヒという発声を作るんですけど、発声のこの口の奥の響かせる空間っていうのはあの状態をキープしてます。あーヒーあーひーだ、この口も軽くひーなんですけど、実はイなので母音の意も入るんで、この横には広がるんですけど、
口は軽く歯も浮かせてます、奥歯も浮かせてます、口の奥も開いてます。その状態でヒーと持っていきます。で、音の当て方もヒーってちょっとこう口の奥にこう喉からこう出てきたこう空気を当てる感じ、まあ、アデノイドと言われる口の軟口蓋ですかね、こう口の奥の方に息を当てる感覚でヒーとやってもらうと鼻腔の方に共鳴しやすくなります。はい、あーヒー。この時点でも結構音程としては高い声で、皆さんにとっては結構ミックスボイス、太さがうまく取れてる人もいるかもしれないし、まだまだあーヒーとこう裏声になっちゃってる方もいれば、もしかしたらあーひーってこう張り上げてる方もいるかもしれませんが、ここではまず裏声の方を重要視してください。あーひー、まあ弱くなってもいいので、まず裏声をまず絶対に優先。あーひー、あーひーではありません。あーひーでもありません。あーひー、優しい裏声を最優先、それで火に行きます。まあ、最後まで行きましょう。で、さあ3ステップ、いやーやーです。あーひーやー、このやでミックスボイスの形としては一応、まあ、完成というか全て要項は皆さんに分かるんですけど、あーひーやー。さあ、ここで何、火にはなかったやが出てきたところで、やでしかできないことがあります。これ実際皆さん発声していただいて感覚をね確かめてもらえばいいんですけど、あーひー、あからひで鼻腔共鳴が加わりました。で、あーひーやー、このやを加えることによって喉または軽く胸元の響きを加えていきます。で、ここが結構太さ高い声を出しながら太く発声することにすごく重要なポイントです。あーひー、この時点では一応鼻腔共鳴ができているので、あーひー、音程が上がっても太さが落ちずにある程度太さがキープできてます。やーでドミソーで音が上がってるんですけど、やが一番音が太く感じるのもここはポイントでして、やーの部分でこの鼻腔共鳴もキープしつつ、ここの喉あと胸元のこの鎖骨の真ん中ら辺のところ、まあ当然この胸元のこう何ちゅう胸ですね、まさに胸、まあ、チェストボイスと言われるこのあ地声の時の響きをいやーで持っていきます。あーひーやーです。で、最後のいや、ちょっとこれまだ僕コツがねいくつかあるんですけど、大事なところだけちょっとお伝えします。いやーやー、当然ポイント1で言ったあー、軽い薬味の感じはキープされてます。ひーやーやーに持ってきた時、喉仏あります。この喉仏が少し下がる感じを意識します。いやーひーあーひー、まあ、火の時もあんまりこううって喉があるあーひーあーひーってこう喉がこう詰まった感じにはしたくないので、当然あくびの感覚をキープするってことはあーひー、喉仏も上がりすぎず、まあ、ここの位置をキープ、いやー音程がかなり上がってきます。ミドル 2D ですが、その音程になった時によくやりがちなのがあーひーやーってこう喉がこうやっぱり詰まってしまう。これをうまく広げてしっかり響きを出す、さっき言った喉仏、喉、胸元に響きを出すには喉仏を下に下げる感覚が結構ポイントになってきます。あーひーやー、まあ、ちょっと喉仏はねあまり見えないのでちょっとここで矢印させてますが、分かりませんちょっとね。なので感覚としては喉仏は下げる感じ、これが一つ。いやーで最後音程は高くなっていくんですが、喉仏と胸元に響かせて太さを出していくコツです。まあ、ちょっとつなげてやってみます。あーひーやー、あーひーやー、なるべく音の粒が響きが上がっ、あの音程は上がっていくんですけど、あーひーやーとこう薄くなっていったり、あーいやーってこう無理にがなるのではなく、自然な発声を意識しながら粒を揃えていく意識で練習をしてみてくださいっていうのが今日のおすすめですね。アヒヤの発声練習です。アヒヤアヒヤアヒヤ。なので、まあ、ここでも一応、まあ、最初に冒頭お話しました裏声というのがまず大事な発声のフォームでありますので、できない方そのどうしてもアヒヤとかあーひーやー弱々しくなっちゃう方も、まずは裏声と
特にヘッドボイスを意識した発声で練習してみてください。あひやひやいうこのポイント練習は、かなりミックスボイスの、ただ太さと高さを両立する、感覚をつかむにはかなりおすすめです。ぜひこの辺は、まあ、前回の動画とね、並行して見ていただいて、裏声の練習だけじゃ太くならないよ、ミックスボイスにつながらないよって方はこの練習ぜひやってみてください。で、一応まあ、動画で一応練習方法とかコツはお話してますが、正直言ってこの知識知ってるからといって練習方法をしたからといってできるかできないかっていうのはもうあなた次第というかまあもちろんね、自分でいろいろ情報で収集してやってもらうのはもちろん大事です。で、その上で、まあ、やっぱり自分でやっててこれはできてるかどうかっていうのはジャッジがまた一人一人違うので、まあ、そういった場合はまた個別レッスンしたり、まあ、オンラインもやったりしてます。で、あとその歌練習して自分で歌を歌ったものがあるとかそういったものを皆さんに共有できるようなコミュニティをね作ろうと思うので準備中でございますので、まあ、こういわゆる、まあ、オンラインサロンっていうとちょっとまあ一言いい感覚はイメージがね違う方もいるかもしれませんが、まあ、歌せっかく練習してるんで、まあ、みんなでね頑張れる環境も作ろうと思ってますので、まあ、オンラインサロンと一応今言っておきます準備もしてますので、まずはチャンネル登録をしてね、まずお気に入りいいねボタンを押していただいて、あと最新の情報をゲットしてもらえればと思います。また一応ミックスボイスコツご用意できましたらご紹介いたします。では。